ご参列の皆様、お久しぶりでございます。バーチャル YouTuber の遺骨でございます。久々に動画の方でお会いしたのに何名か首をかしげてる方がいらっしゃいますね。美少女がゲームを紹介しているのですから何も疑問に思うところはございませんね。はい、早速紹介していきますよ。本日紹介させていただきますのは2003年に登場したロングセラークイズゲーム、クイズマジックアカデミーでございます。はい、豆知識としてこのゲーム世界一問題数の多いクイズゲームとしてですね、ギネス記録を持っています。はい、さて、早速ですねゲームの紹介に入りますけれども、クイズゲームですのでね、はい、タイピング速度とかはともかくといたしまして、テクニックの方はほぼほぼないです。はい、誰でもシンプルにですね、タッチ操作だけで楽しめる、そんな敷居の低さが魅力でございますね。はい、問題のジャンルは大きく分けて8種類、ノンジャンル、アニメゲーム、スポーツ、芸能、ライフスタイル、社会、文系学問、理系学問でございます。はい、自分の得意なジャンル、苦手なジャンルをですね、はっきりと認識していくといいですね。はい、そして問題の出題形式はこちらになりますが、はい、意外と多いです。丸×問題ならですね、分からなくとも当たる確率は高いんですけれども、タイピングや線結びなど、問題を正確に把握していないと回答できないものも中にはございます。難易度のバリエーションも豊富ですね。はい、というわけでですね、さて、それでは早速ゲームをプレイしていきましょう。視聴者の皆さんもですね、私より早く答えられるように意識して一緒に参加していただければありがたいです。皆さんで楽しんでいきましょう。では早速始めていきますよ。さて、ゲームの方ですね、こちら映っていきますけれども、はい、まずはモード選択ですね。はい、この画面からモードを選択する形なんですが、まずですね、皆様とクイズバトルをする、トーナメントのゲームですね。はい、このモードと、それから今度はですね、バトルではなく協力をして相手を倒すクイズモードですね。はい、でそれからですね、一人で検定をじっくり楽しむ、そういったことも可能です。かなりマニアックな知識を高めたりですね、また、帯打ちと来ている場合にはですね、4人対戦ということで店内対戦をしてみてはいかがでしょうか。今回はですね、グリマタクということで協力プレイをしていきたいと思います。はい、はい、さてですね、これから協力プレイになっていきますよ。はい、まあ、画面の方でね、まあ、ゆっくりちょっと、まあ、回してるんですけれども、まあ、このような形でですね、協力要素がたくさんあるモードでございます。皆様と一緒にですね、クイズに正解をしながら相手モンスターを倒してですね、報酬をもらっていこうと、そういったゲームですね。さて、これを選んだ際にですね、まず予習ということで、いくつかのジャンルからですね、クイズを、楽しむことができます。はい、この予習がですね、とてもね、大切なんですね。はい、では早速ライフスタイルの丸×クイズを選んで予習していきましょう。皆さんよろしくお願いいたします。はい、ゴールデンウィークとかあるからそうなのかな。あ、そりゃそうだろう。よし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 、いいですよ。ロリータファッションなの、あれ、あれロリータファッションなの。いやでもツインテル、いや、あっ、じゃあ、うん、ロリータファッションなんですね。合ってるような気がする。白クマくん。よし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 、ホエールをウォッチングしてるじゃねえか。よし、さあ行きますよ。ケツリップですよね。え、そうなの、違うんじゃないの。もう私知ってますよそれ、どっかで見たことありましたね。それチェス。よしよしよし、
というわけでですね、まあ、問題のね、左上にありますね、あの点数以上の点数が取れてればですね、このような形で、まあ、予習に成功といった形ですね、成功していくとどんどんね、難易度の高い問題が解禁されたりですね、いろんなモード遊べるようにどんどん出題形式も増えてきますんで、はい、それでは次はアニメゲームのジャンルを選んでいきましょう。はい、皆さん負けませんよ。4択クイズ。サイクロン。よーしよしよしよし。こういうね、こう、もう文字的な引っ掛け問題はちょっとね、苦手なんですよね。よし。シューティングゲームですね。ちょっとやってたことがありましたね。竹芝は。3歩、いや4歩って思う。おい、ちょ、あ、うまいなこれ、選択肢うまいなこれ。お、それはまあ三刀流ですよ、三刀流。うん、ちょ、まあワンピースなんだから海賊だよね。お、確かタイムマシン付けの日だし、全問正解ですね。良い肩慣らしであった。素晴らしい。まあこんな形でですね、やってるとこうね、レベルも上がってきますんでね。さて今度はノンジャンルいきますよ。何が出てくるかわからないですね。訓練開始。やべ、テレビ見てね、やべ。行くぞ。日暮らしで分かっちゃうあたりがね。あ、全員か。してないのがいるな。肩狩り貴様だ。いいですね。あ、これはもう赤外線ですね。いるの？全員いるの？はい、箇所。あ、ゼブラマン。ドイツかな？あ、メトロポリタンって言ってんだから。はあ。あん？腕かな？お？え？誰もわからない。誰もわからない。村伏！はい。全員登場してるわ。いや、わかんねえ。え、焼津徳島県というか、鳴門海峡。民から染め、おー、全部ですね。公式、大体開催してるかな。カスタム改造、ベイブレードとミニオークができる。ラジオンク、あー、ミニ四駆ですね。合格。まあ、ちょこちょこね、ミスってるですけどもね。どうでしょうね、皆さん、私よりもうまく答えられてますか。あ、まもなく召喚って書いてありますね。そうするとですね、もうそろそろね、予習の方も終わりますよという形ですね。昔だと予習の2、3問あたりでもう必ずこうオンラインに突っ込ませられるとかよかったんですけれどもね。そうなの？
そうなの？おお、違った。左から来て、うっ。はい、というわけでですね、協力プレイモード、グリームバスターズエボ、やっていきますよ。さて、この画面でですね、顔合わせですね、私以外のお三方と、協力いたしまして、共にですね、強大なボスを倒すと、そういった形となっております。はい、さて、まあ、挨拶もそこそこにですね、今回倒しますのは新アベの生命ということでね、はい、大変ネイティブな方なんですけれども、はい、頑張って倒していきたいと思います。はい、さて、挨拶を済ませましたらですね、こちらで、職業選択を行いますね。はい、職業ということでファイター、ヒーラー、サポーターとありますが、まあファイター2人、ヒーラー、サポーター1人ずつが無難なんでしょうかね。はい、まあ、ちょっと古い知識なんですけれども、はい、職業を選択すれば、いざクイズ対決ということになりますね。はい、新アベの生命さんにね、しっかりと勝っていきたいと思いますんでね。はい、それではクイズスタート。さて、それではいざ始めていきますよ。北斗七星、一等全てじゃなかったみたいですな。うん、よしよしよし。さて、相手の AP、アクションポイントが貯まりましたね。はい、これでね、アクションポイントが貯まるとお互いが行動ターンが回ってくると、そういった形でございますね。袖の下、うん、よしよしよし。さて、ポイントが貯まりましたね。何にしましょうか。攻撃チャージにしましょう。そう、 AP ブレイクとかね、回復力アップとかね、ファイターにできない仕事もいっぱいありますからね。ちょっとタモリ笑っていいと思う。タモリじゃないの。うーん、よしよしよし。相手から受けた攻撃に対しまして我々の HP は共通なんでね、はい、体力には気を使っていきたいですね。カッコの中の割り算からかな。よーし。さて、先ほどチャージしましたんでね、今度はですね、攻撃をしていこうかなと思いますね。まあ、ファイターのやることといえばね、もうダメージを取ることなんでね。さあ、なかなかね、いいペースで進んでおりますけれども。どれ焼き物知らない。これかな。おお、偶然当たった。さあ、なんかフィーバータイムに入りましたよ。で、なんか呪いっぽいものかけられましたね。今しめの呪い。1、3、5、7、9じゃねえ。ダメでした。もうね、まともにね、クイズやってる最中に数も数えられないっていうね。声優さんか。誰？しまった。声優さんわからない。声優さんわからない。俺だけ見せてる。悲しいですね。さあ、何にしようかな。もう一回貯めて攻撃しましょう。どうなんですかね、ただ殴ってた方が強いんですかね。どっちなんですかね。呪いはなんか毒っぽい感じですね。おっと、中国の都市かな、上海万博かな。よーしよしよし。結構痛いですね。まだ AP が溜まっていない。アラスカじゃないの。北でしょ。おー、よしよしよし。結構ね、丸の正解率結構高いですよ。いいですよ。
さてチャージしましたからね、やっぱり殴りましょうかね。 AP ブレイクとかはもうお任せしちゃってね、自分は殴るような形な方がいいのかなといった形ですよね。おお、なるほど、ディスペルというものなんですかね。ん、もはや何の問題なのかもわからない。ジギだ、あ、で、役者さんか。バトルロワイヤル、あ、小説しか見たことない、小説しか見たことない。ダメでした。お、なんかアクセルっぽいもの出しましたよ。超反化と、ちょ、偶数だから、フィーバータイム、いいですよ。どうしましょうかね、やっぱり溜めた方がいいのかな、殴った方がいいかな。やっぱりチャージしましょう。AP ブレイクがちょっと重なってしまいましたが、まあ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 、全然まだまだこれからですよ。あ、だって囲碁、お笑いコンビ囲碁じゃねえだろさあここで私がね、ガンガンね、こうパワーを出してね、相手の体力を削っていきましょう。お、いいダメージ出ますね。さあ相手もなんか半分ぐらいになりましたね。効力アップしてきました。結構怖いですね。え、違くね、2倍じゃなくね。うーし、よし、調子がいいですよ。あ、なんかバリアっぽいもの入りましたね。エティフィールドかな。え、北海道じゃねえの、九州なの。うーん、北海道かな。さて、やっぱりいつも通りのことをするか。たまにはね、ちょっとね、カウンター的なものを使ってみようかな。これで向こうが殴ってきたらいいやつなのかな。あの、殴ってもらえないっていうね、うん、この辺がもう非常に悲しいんですけれどもね。はい、おっと、時代どれだったかな、新生代かな。おー、さあ、まあ、さっきのが不発に終わったんでね、やっぱりさっさとお前は殴れっていう感じですよね。はい、リジェネの回復量が非常に多い。あのバリアもなんか怖いし、ここからねちょっとね音が消えてしまって申し訳ないんですけれどもね、ちょっと BGM だけ後ろつけてますんでね。はい、さて、ユソはねえだろ、ユソは。あふん、さあなんかリジェネ効果でめっちゃこうこっちの出しているダメージよりもどう考えても向こうの回復量の方が多いんですけれどもね。はい、どうやって倒せるんですかねこれね。さあ、まあ耐久力的にはまだまだ余裕はあるんですが、問題数的にね厳しくなってきましたね。ディズニーランド、いや、あのシンデレラ城、いや、あのシンデレラ城、うん、なんか HP バキューンは卑怯ですねこれはね。これは卑怯ですね。攻撃と回復を同時にされてますね。一応香里さんじゃないのかな。うーん、正解ですね。さあ、もうなんか殴らないとまずいですよね殴らないとまずいですよね。やはり聞いてはいるだろうけれども、耐久力がちょっと削りきれなくなってきたか。左はリターン禁止ですよね多分。うん、全員正解ですね。さあフィーバータイム入りますよ。もう殴るしかないですね。ちなみにこのゲームね、勝てなくてもね、相手の体力をいいところまで減らすとですね、その分のご褒美がもらえたりっていうのがありますんでね。はい、諦めずに最後まで戦った方がいいですよ。ゴータマ、お釈迦様かな、お釈迦様かな。これは
お釈迦様で合ってた。ここで全員正解ですね。痛い。さあ、お殴るしかないですよ。さあ、もうちょっとで削り切れるところですが、あと1回のチャンスでは足りるか。ラストバックアタック、スポーツの名前か。クイック、クイック、バレーボールだ。バックアタックにクイックはバレーボールだ。よし、最後、あ、最後溜まった、最後溜まった。さあ、みんなで、みんなで攻撃だ、みんなで攻撃だ。さあ、行きますよ。お、ギリギリのところ、体力ゲージ足りるか。うん、エピブレイク、うーん、足りない。まあ、これはですね、足りませんでしたね。あー、ちょっと惜しかったんですけれどもね。はい、まあ、残念ながらアブエの生命さんには勝てませんでした。ちょっとふんどし一丁になりました。あー、という形でですね、まあ、協力プレイの流れとしてはこんな形です。うん、一緒にいたお三方とですね、まあ、息を合わせて相手を倒していくと、そういった形になっています。はい、まあね、今回は別に何も使わなかったですけどね、中にはヒントアイテムとかっていうのを使う人もいますんでね。はい、気持ちを合わせて皆さんと一緒にクイズを楽しんでいきたいですね。はい、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。たまにはですね、アクションゲームだけじゃなく、クイズゲームも面白いですよね。はい、さて、このクイズマジックアカデミー、現在はですね、ザ・ワールド・エボルブというバージョンなんですが、4月23日よりですね、新しいバージョンとしてクイズマジックアカデミーマキシブコードとして稼働開始いたしました。非常にタイムリーでございますね。はい、マキシブコード、うん、どっかで、まあ、それは置いときまして、学生時代ですね、結構このゲームやっていまして、4人でですね、店内対戦をすると非常に面白いんですよ。はい、お友達いらっしゃる方ですね、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。さて、次の動画でございますが、しばらくこうゲーセンのですね、録画に行けそうもないので、何か、家庭用ゲームも少し紹介してみようかと、試案しております。間々にですね、VR チャットの企画にお邪魔させていただく予定とか、コラボのお話もございますので、皆様もですね、あまりお待たせしないようにしていきたいですね。はい、またですね、前回の復帰放送に来ていただきました方、ありがとうございました。通夜の姿の、動画もですね、作成をさせていただく予定でございますので、気長にお待ちいただければ幸いです。それではこの辺で失礼いたしましょうか。ご参列の皆様、誠にご視聴ありがとうございました。バーチャル YouTuber の遺骨でした。バイバーイ。